浅尾拓也の全盛期は無双状態であり、落合監督からは浅尾でやられたら仕方がないと言われていた。中日のコーチとして指導している写真を撮られた浅尾は40歳手前ながら未だに20代と言われた。ドラゴンズファンが選ぶ歴代イケメンランキングでは2位の祖父江に2倍以上の差をつけ1位に君臨した。病院で肩に水が溜まっていると言われた浅尾は昨日水を飲みすぎちゃったと答えた。酸素カプセルのスイッチが入っていなかったのに気持ちよかったと言いながら出てきた。東京駅の新幹線に乗った浅尾は車掌さんにこれ東京駅止まりますかと聞いた。甘いマスクで多くの女性ファンを抱えていた浅尾は球団から結婚禁止令が出されていた。そんな浅尾は高校時代からお付き合いのあった女性と10年間は彼と復縁を繰り返し、その後家族を築いた。